あとしこと高抜きは、北朝北西の第五代皇帝。武聖帝だか、深しの着出長男で、母は、ここ号。火星4年、父御門から皇位を譲られて即位する。天根東4年には、武聖帝の死によって、申請を開始する。分林館を創設する者の暗具であり、和ず会や、高う穴ひ牧大場といった関心たちを信任して、 国力を大きく衰退させた。重臣、王族たちが彼らの残言によって殺され、特に国立公を粛清して、乱王大田が長行きを自殺に追い込んでからは、軍事力が衰退し、それまで軍事的に圧倒的な有利さを保持していた陳にさえ、国土を侵食される羽目になる。そのありさまを見た、北州の武帝部分は、出兵を決意する。竹平六年に、 北州軍の侵攻が始まるとた叩く間に国土は侵食され福都であった信用も陥落寸前となり後あるじは信用の防衛を安徳大高野辺州に押し付けて逃亡する。やむなく高野部州は配下の軍から衰退されて皇帝となり信用の防衛に奮闘するが力及ばず敗北し北州に捕獲される。一方後あるじは 将校元年長男の孔彦氏に皇帝位を押し付け、なおも国内を逃げ回るものの、結局は部下に裏切られて孤立する。同年三月、あとあるじは、青州で、洋州、孔彦氏ともども、北州軍に捕らわれ、ここに北西は滅亡した。その後、北州から温厚に封ぜられるものの、建徳六年に、元側近の牧大場と共謀して、反乱を企てたとして、 一族諸とも殺害された、去年22、ありがとうございます。